政政府のの追加経済対策は、財政支出が過去最大の55兆7億円程度となり、今日閣議決定されます。岸田内閣が初めて取りまとめる経済対策は18歳以下の子どもを対象に10万円相当を給付するほか売り上げが減少した事業者に最大で250万円を支給するなど家計や事業者への給付が膨らみました。 財政支出は全体で55兆7千億円となります財政投融資などを除いた国費だけを見ても43兆7千億円となり経済対策としては過去最大となります財源として今年度の第一次補正予算案に31兆9千億円を計上します今日夕方の閣議で決定する見通しです